岡山県勢初の優勝を果たした京山中。先にスタートした女子では4区の2年生石原真由選手が区間賞の走りでトップに立つと、夏の全中で 1500m を制した黒田立花選手がアンカーを務め、リードを守りきりました。その優勝を見届けた男子も奮起、わずか1秒差の接戦を制し、史上2校目となるアベック優勝を成し遂げました。夏に女子がすごい活躍していて、男子は結構悔しい思いをしてたから、やっぱり先に優勝してもらって刺激にもなったし自信にもなったし、やっぱり大きかったと思います。来年1月の全国都道府県駅伝にも黒田選手ら男女4人がエントリーされている京山中陸上部。年が明けてもその走りに期待がかかります。高校の方とか実業団の方とも一緒に走れるので、良い刺激をもらって、いい走りがしたいなと思っています。